ニュートンはアメリカ合衆国マサチューセッツ州東部ミドルセックス郡に位置する都市。ボストンの西に隣接し、ボストン中心部への通勤者が多く住む住宅地となっている。人口は83,829人。ニュートンは治安の良さで特に有名である。モーガン・クイット農舎の全米の安全な都市ランキングでは同市は2004年。 2005年と2年連続で全米ベスト1に選ばれた。このランキングは全米の人口7万5000人以上の都市を対象に殺人、強姦強盗、障害、与党、自動車窃盗の6犯罪の発生率をもとにして集計されたものである。毎年ニュートンとニューヨーク州アマース都市のどちらが1位になるのかが注目されている。また、ニュートンは ボストンマラソンのコース中の難所、心臓破りの丘でも知られる。心臓破りの丘は、ニュートン市聴者のすぐ近くに位置しており、たくさんの住民や訪問客が応援に駆けつける。ニュートンは、小沢誠二がボストン公共学団時代に住んでいた町でもある。ニュートンは1630年にケンブリッジの一部として創設された。1688年にケンブリッジから独立し、 ケンブリッジビレッジと解消された。さらに1691年にはニュータウンと解消された。現在のニュートンという町名になったのは1766年のことである。1873年にはニュートンは市に昇格した。市内のジャクソンホームステッドは南北戦争前には地下鉄道の拠点の一つであった。1809年に農家として建てられた。 このフェデラル様式の建物は、現在では、ニュートン歴史博物館となっている。ニュートンは、北緯42度20分16秒、整形71度12分36秒、北緯42.33778度,度、整形71.21000度、42.33778-71.21000に位置している。同市は、ボストンの西に隣接している。また 市の北側と西側には、チャールズ川が流れており、ニュートンと隣接する都市、町村との市境になっている。アメリカが州国統計局によると、ニュートン市は総面積47.1、警平方メートルである。そのうち46.7警平方メートルが陸地で0.4警平方メートルが水域である。総面積の0.82%が水域となっている。ニュートン市東部、 チストナットヒル地区に立地するボストンカレッジのキャンパスニュートンには明確なダウンタウンはなく13のビレッジと呼ばれる地区からなっているそれぞれのビレッジが中心部を有し郵便局も持っているが明確なビレッジの境はないニュートン市を構成する13のビレッジは以下の通りであるマサチューセッツ湾交通局が運営するボストンの地下鉄 グリーンライン D 支線がニュートンを通っている。道路線はチェストナットヒル、ニュートンセンター、ニュートンハイランズ、ウェーバンの各ビレッジに駅を有している。また、市北部のビレッジには同交通局が運営する近郊電車の便がある。このほか市北部のビレッジにはマサチューセッツターンパイクを経由してボストンのダウンタウンへと向かう急行バスの便もある。市北部を I-90 が東西に走っているほか、ボストンの環状道路になっており、大西洋岸の主要都市を結んで南北に走っている、幹線の週間高速道路 I-95 もニュートンを通っている。ニュートンセンターからボストンのダウンタウンまでは約 16km、車で所要20分ほどである。以下は2000年の国勢調査における人口統計データである。基礎データ人。 種別人口構成年齢別人口構成世帯と家族収入と家計、ありがとうございます。